76だか78だか知んないけど、わがまま三昧で、やってくれっていう話が、生じて、そんで、大出くん、誠意を持ってそれを言わないともうやってくんないよと。誠意を持って言わないともうやってくんないんだよと。豆山はと。っていう伊藤の、俺もこいつクソだと思ってるから、伊藤の、そういう忖度があってこうなってんだよ。まだあるからね、これ。まだあるよ。オーディションの時の録音出したらもうマッチ終わるから。まあ、優しさ大先生出さないけど、ね。そういうあれがあったのよ。ね。もうクズだから。ただ、中澤さんはそこには全然絡んでなくて、俺は伊藤が大嫌い。この今喋ってですね。俺は合わせて、社交辞令ができるんで、合わせて、ちゃんと話してましたけど、この伊藤っていうのはクズだから。クズ。わがまま反抗期、そう。わがまま反抗期で、ね、あれが、ね、できたんだ。豆山が、西山が、俺は、配信で出してますけど、計量してんの。出してますけど、本当に84だったかも、もう定かじゃないよ。もはや。もう、もはや。ね、丹佐子さん、そう。大関のせいにしたよね。これが事実です。これが事実。だから、要は、84じゃないと、もうやらないって言い出しちゃったのよ。もう、焼肉食べちゃったから。焼肉食べちゃったんだよ。焼肉食べちゃったんだ、俺。焼肉食べちゃったから、もう84じゃないとやらないんだって。もう、ブーブーブー、ブーブーブー、84キロじゃないとやらないんだ、ブーブーって言っちゃったのよ。それに、忖度した団体って何なのって話じゃん。それに合わせてんのは、こっちの会長なんだよね。それでも大関はもう俺が見てきて、俺、うちの会長が俺が見てきて7ヶ月練習してっから、もう84キロでじゃあいいよと。じゃあそれでいいよと。で、俺もいいよと。俺も全然いいよと。ね。言って、そうなってるんでしょっていう話です。これが全ての裏話ですよ。どうなんですか？それでマスラオでまたやる？だったら俺の体重に合わせてやってごらん。お前フルボッコにされんぞ。まあ、全部出してるんだよ。だから俺は84でもいいっすよ。何キロでもいいですよって今伊藤に言ってんじゃん。違う？何か間違ったことあります？間違ったことあります？俺は別にやってもいいぜ。やってもいいけどマスラオじゃやらねえよ。マスラオじゃやらねえよ。スパーリングっていう名目で、そこら辺のジムでやろうぜ。うん。ボコボコにしてやっから。マジで。マスラオ以上に今強くなってっから。もう手術する前にやろうよ。もう手術するんで。やめとけ、酔いすぎ、すいません。酔いすぎです。そうだね、ちょっと飲んだね。まあまあ、なんかね、もう一回大関とマスラオでやっていいっていうことをバカが言ったらしいんで、俺は見てないですけど、それは。らしいんで、別にやってもいいよと。ただ、もうやるんだったらすぐだよ。話ですよ。手術する前にね、ということで、皆さん、今日はもう寝ましょう。お疲れ様です。ということで、今日は、もう終わりにいたします。